こんにちは、もしおです。今回は Nintendo Switch のセール情報をまとめてご紹介する動画の2023年11月22日版です。本日11月22日現在、 Nintendo ストアでセール対象になっているダウンロード版ソフトの中から、個人的に面白いと思ったもの、気になっているもの、割引率が高いものを厳選してご紹介します。当チャンネルはレトロゲーム系の YouTube チャンネルということで、レトロゲームタイプ、アーケードライクなゲームを中心に80年代から90年代のゲームが好きな方が楽しめそうな作品を選びました。2023年11月22日現在のセール対象ソフトは全部で1405本。今回はこの中から厳選して66本ご紹介します。最初に知名度が高いメジャーな作品、次にインディーズ系の作品、そして低価格帯の作品、最後に今月発売のレトロゲーム関連ソフトという順番で進めていきたいと思います。今回は従来よりも高い割引率となっている作品が多くありますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは1本目から。1本目はオペレーションウルフリターンズ。価格は 30% オフで2016円。今年の秋に発売されたばかりのレールシューティングゲーム。87年にタイトーがリリースしたアーケードゲームの名作、オペレーションウルフのリメイク作品です。開発したのはフランスのディベロッパー、バーチャリーズゲーミング。 Steam 版は VR にも対応しています。ザ・ランブルフィッシュ2デラックスエディション。価格は 40% オフで2758円。オリジナルは2005年リリースの対戦格闘ゲームです。本作は純粋な移植ではなく、画面比率が16対9に変更されていたり、アーケード版の隠しキャラが DLC で別売りだったりと、ファンの間では評価が分かれました。デラックスエディションでは3人の追加キャラクターがセットとなっています。テトリスエフェクトコネクテッド。価格は 50% オフで2250円。落ち物パズルゲームの定番、テトリスのシリーズ最新作。セガラリー、レズ、ルミネスなどでおなじみの水口哲也氏がプロデューサーを務めており、美しい映像とおしゃれなサウンド、演出が心地よい新感覚のテトリスです。前回のテトリスの動画で少しだけプレイしていますので、よろしければご参照ください。ルミネスリマスター。価格は70% オフで594円。こちらも水口哲也氏がプロデュースのゲームで、音楽パズルアクションゲームルミネスのリマスター版。ブロックを消していくシンプルなルールながら、サウンドやグラフィックの演出が魅力的なゲームです。キャノンダンサーオスマン。価格は 70% オフで1313円。オリジナルは96年にミッチェルが開発し、アトラスから発売されたサイドビューのアクションゲームで、ストライダー飛竜の開発スタッフが携わっていることもあり、ストライダー飛竜の精神的続編と言われることもあります。今年2023年4月に発売された作品ですが、今回のセールで大幅割引となりました。パンツァードラグーンリメイク。価格は 89% オフで260円。セガサターンで発売された 3D シューティングのリメイク作品。おおむねオリジナルを再現した内容になっていますが、セールでの大幅割引が常態化してしまっています。ちなみに少し前のエアーツイスターの動画では、パンツァードラグーンに似ているというコメントを大変多くいただきました。式神の城2。価格は 30% オフで2786円。2003年に台頭からアーケード版がリリースされた、アルファシステム開発の弾幕シューティングゲーム。スイッチ版は今年の4月にリリースされましたが、定価3980円はやや割高な気がします。パノラマコットン。価格は 70% オフで749円。94年にサクセスがメガドライブでリリースした 3D シューティングゲームの復刻版。コットンシリーズとしては3作目にあたります。メガドライブ版の中古は高額ソフトとしても有名ですね。コットン 100% 価格は 70% オフで749円。94年にスーパーファミコンで発売された横スクロールシューティングゲーム。今年の9月にはコロンバスサークルよりスーパーファミコン用の復刻版カセットも発売されました。ナムコミュージアム価格は 45% オフで1680円。ナムコのアーケードゲーム実作とゲストタイトルとしてパックマン VS を収録したコレクションソフト。ギャラガ88、スプラッターハウス、タンクホース、ローリングサンダー2といった80年代後半の名作も遊ぶことができます。パックマンミュージアムプラス価格は 43% オフで1490円。歴代パックマン14作品をまとめたコレクションソフト。1本あたり100円ちょっとなのでパックマン好きな方は押さえておいて損はないと思います。ドラゴンボールファイターズ価格は 61% オフで2900円。アークシステムワークスが開発を担当したドラゴンボールを題材にした対戦格闘ゲーム。ドラゴンボールはさまざまなタイプのゲームが発売されていますが、本作は 2.5D の比較的オーソドックスな対戦格闘ゲームです。Steam 版も90ポイントと高い評価を得ています。ソルクレスタ価格は 55% オフで1970円。日本物産の名作ムーンクレスタ、テラクレスタ、テラクレスタ2の流れを組む縦スクロールシューティングです。 DLC でムーンクレスタ、テラクレスタの機体でもプレイ可能。今回のセールでは大幅割引となりました。ストリートファイター30th アニバーサリーコレクションインターナショナル価格は 66% オフで990円。ストリートファイターのコレクションソフトで初代からストリートファイター3サードストライクまでのストリートファイター歴代12作品が収録されています。カプコンベルトアクションコレクション価格は 70% オフで990円。カプコンを代表するベルトスクロールアクションが7本収録されています。ダブルドラゴンガイデン価格は 25% オフで2611円。ダブルドラゴンをベースとしたベルトスクロールアクションゲーム。海外のディベロッパーが開発した外伝的な作品ですが、今年の夏の発売にもかかわらずセール対象となりました。過去動画でパッケージ版を紹介しておりますので、よろしければご参照ください。エスカトス価格は 50% オフで1650円。オリジナルは2011年に Xbox 360用ソフトとしてリリースされた縦スクロールシューティングゲーム。比較的シンプルなシステム、サウンド、演出が好評で Steam のユーザー評価も96ポイントと非常に高い支持を得ています。熱血硬派邦夫くん外伝リバーシティガールズ2価格は 30% オフで2233円。邦夫くんシリーズに登場する美佐子と京子を主人公にしたベルトスクロールアクションゲームです。開発は北米のウェイフォワードテクノロジーズですが、1作目とは異なり日本語ボイスにも対応しています。 IGS クラシックアーケードコレクション価格は20% オフで3040円。台湾のディベロッパー IGS のアーケードゲーム8タイトルを収録したコレクションソフト。ゲーム本編は英語版のようですが、オンラインプレイに対応。ちなみに IGS は警部のドドンパチ2の開発を担当した会社です。時計仕掛けのアクアリオ価格は 80% オフで765円。ワンダーボーイを開発した西沢隆一氏が手掛けたアクションゲーム。93年にアーケードゲームとしてリリースされる予定でしたが中止となり、お蔵入りになっていた幻の作品です。ワンダーボーイドラゴンズトラップ価格は 60% オフで880円。89年に海外マスターシステム用のソフトとしてリリースされたモンスターワールド2ドラゴンの罠のリメイク作品。日本ではゲームギア版やアレンジされた PC エンジン版が存在していましたが、海外のディベロッパーによってフルリメイクされました。ゲームのプレイ中に8ビットグラフィックに切り替えることも可能です。フライングパワーディスク、価格は 60% オフで635円。94年にデータイーストがネオジオでリリースしたスポーツゲーム。2022年には続編が発売されましたが、こちらは第1作目の復刻版です。ファイナルベンデッタ、価格は 60% オフで1196円。2022年夏に発売された格闘ベルトスクロールアクションゲーム。主人公がやや地味で、ボリュームややり込み要素もそれほどありませんが、この価格であれば十分楽しめると思います。過去動画でパッケージ版を紹介しておりますので、よろしければご参照ください。ブレイジングクローム、価格は 60% オフで760円。ブラジルのディベロッパージョイマッシャーが開発したサイドビューのアクションシューティングゲーム。コントラスピリッツのオマージュ作品ともいえる内容で、 Steam でも90ポイントと非常に高いユーザー評価を得ている作品です。過去動画で紹介しておりますので、よろしければご参照ください。ララクロフトコレクション、価格は 16% オフで2499円。トゥームレーダーシリーズのスピンオフ作品2本を収録したコレクションソフト。メインシリーズとは異なり、スピンオフ作品の本作は見下ろし型のアクションアドベンチャーゲームで、初心者でも比較的遊びやすい内容になっています。アステリックス&オベリクススラップゼムオール、価格は 50% オフで999円。アニメのようなグラフィックが特徴的なベルトスクロールアクションゲーム。評価は割れていますので、原作が好きな方向けでしょうか。つい最近 Steam では続編もリリースされました。シャドウギャング、価格は 40% オフで1679円。セガの人気アーケードゲーム「忍び」を意識したと思われるサイドビューのアクションゲーム。迫り来る忍者を倒していく疑似 3D のボーナスステージもあります。インフェルナックス、価格は 30% オフで2000円。8ビット風のドット絵とサウンドが特徴的なサイドビューのアクション RPG。Steam では1400件以上のレビューがあり、92ポイントと高い評価を得ています。オールドスクールミュージカル、価格は 50% オフで640円。レトロゲームの世界を舞台としたリズムゲーム。どこかで見たようなレトロゲームの世界を巡りながら、リズムゲームをこなしていきます。 Steam のユーザー評価も91ポイントと高い支持を得ています。ネクソモン絶滅、価格は 70% オフで660円。300種類以上のモンスターが登場するポケモンに似た雰囲気のゲーム。 Steam のユーザー評価も92ポイントと非常に高い評価を得ています。クラウントリック、価格は 75% オフで531円。自動生成されるダンジョンで、常に新しい展開が期待できるターン制のロールプレイングゲーム。風来の試練のようなシステムで、 Steam のユーザー評価も86ポイントと好評です。イースオリジン、価格は 70% オフで648円。初代イースより700年前の時代を舞台に、イース王国の過去に迫るアクションロールプレイングゲーム。ストーリー、タイムアタック、アリーナ、スピードランモードと4つのゲームモードを搭載しています。 Steam 版のユーザー評価は94ポイントと高い支持を得ています。スーパーピクセルレーサーズ、価格は 60% オフで600円。ドット絵と16ビット風のサウンドが特徴的な4人同時プレイも可能なレースゲームです。モンスターサンクチュアリ、価格は70% オフで615円。モンスターを仲間にしてパーティーを組み、メトロイドバニア風のステージを攻略していくロールプレイングゲーム。敵との戦闘はターン制で、戦略も重要となります。Steam のユーザー評価は92ポイント。ハンター X 価格は 40% オフで912円。メトロイドバニアタイプのアクションゲームです。主人公の女子高生がコンボ、回避、ガード、パリーを駆使しながら魔物狩りをするといった内容で、大きな欠点もなく Steam での評価も80ポイント台となかなかの評価を得ているゲームです。ヤングソウル価格は 50% オフで1920円。双子姉妹が活躍する横スクロール型アクション RPG。 レベルアップ要素もありますが、バトルシーンはベルトスクロールアクションです。 They Always Run 価格は 72% オフで500円。3本腕のミュータントの賞金稼ぎが戦いを繰り広げるサイドビューのアクションゲーム。 SF っぽい世界観と多彩で痛快なアクションが特徴。 Steam のユーザー評価も81ポイントと好評です。エアラフェル価格は 60% オフで660円。16ビット風のグラフィックが特徴的な日本スタイルのロールプレイングゲーム。古き良き RPG といった雰囲気で Steam では1500件以上のレビューがあり、その評価も95ポイントと圧倒的に高い支持を得ている作品です。スカージブリンガー価格は 60% オフで748円。フランスのディベロッパーが開発したローグライクなメトロイドバニアタイプのアクションゲーム。マップは1画面のスクロール方式で1部屋ずつ敵を倒しながらボスの部屋を目指します。 Steam のユーザー評価は89ポイント。アイコノクラスツ価格は 50% オフで1100円。スウェーデンのクリエイターヨアキム・サンドバーグが7年を費やして開発したというサイドビューのアクションアドベンチャーゲーム。メトロイドバニア形式でアクションとパズルが盛りだくさんの10のエリアを探索します。 Steam には3500件以上のレビューがあり、その評価も86ポイントと好評です。ポストボイド価格は 20% オフで700円。サイケデリックなグラフィックで構成されたファーストパーソンシューティングゲーム。見た目、内容ともに好みは分かれると思いますが、 Steam では97ポイントと圧倒的な高評価を得ています。魔女の家 MV 価格は 30% オフで1155円。オリジナルは2012年に公開されたRPG スクール VX 製のホラーアドベンチャーゲーム。本作は RPG スクール MV でリマスターされた作品で、2018年にリリースされました。魔女の家からの脱出を目的としたホラーゲームで、 Steam でも2400件以上のレビューがあり、その評価も96ポイントと圧倒的に高い支持を得ています。フォーミュラレトロレーシング価格は 50% オフで904円。バーチャレーシングのようなグラフィックが特徴的なレースゲームです。こちらは過去動画でプレイしていますので、よろしければご参照ください。続編のフォーミュラレトロレーシングワールドツアーもセール対象となっており、 50% オフの1302円となっています。レイジングジャスティス価格は 75% オフの350円。セールでよく見かけるファイナルファイトタイプの格闘ベルトスクロールアクション。個人的にもかなり前に購入していてクリア済みです。いかにも B 級アクションといった感じの大味な内容で、万人向けではありませんが、大量の敵を殴り倒していくアクションはなかなか痛快です。スーパーサイボーグ価格は 55% オフで360円。8ビット風のグラフィックとサウンドが特徴的なアクションシューティングゲーム。コナミの名作コントラをリスペクトした内容になっており、その丁寧な作りからユーザーからも高い支持を得ています。過去動画で詳しく紹介したものがありますので、よろしければご参照ください。棒人間ファイトザゲーム価格は 40% オフで468円。物理演算による過激なステージで棒人間たちが戦う対戦型格闘ゲーム。最大4人の棒人間たちがローカル、オンラインで対戦します。 Steam 版は2人以上で遊ぶ仕様でしたが、Switch 版はプレイ人数1から4人とあるため、1人でも遊べるのかもしれません。プロジェクトスターシップ X、 価格は 70% オフで300円。コミカルなストーリーとグラフィックが特徴的な縦スクロールの弾幕シューティングゲーム。独特のグラフィックとノリ、パロディ要素が好評で、 Steam でも95ポイントと高い評価を得ています。さよならワイルドハーツ、価格は 42% オフで800円。音楽とアクションが融合したちょっと変わったリズムアクションゲームです。ベストアップルアーケードゲームを受賞。 Steam でも97ポイントと評価の高い作品です。 20XX、 価格は 54% オフで900円。自動生成されるステージを攻略していく横スクロールアクションゲーム。ロックマン X を意識したであろう本作ですが、独自要素をうまく取り入れたことでユーザーからも非常に高く評価される作品となりました。続編もセール対象となっています。ワイフクエスト、価格は 40% オフで480円。シンプル操作で楽しめる横スクロールアクションゲーム。ゲームの方はモンスターワールドに似た雰囲気の作品で、 Steam でも81ポイントとまずまずの評価を得ています。ギャラクシーチャンピオンテレビ、価格は 50% オフで445円。固定画面で展開するツインスティックシューター。90年代にスーパーファミコンなどで発売されたスマッシュ TV をリスペクトしたような内容になっています。こちらは過去に動画で特集していますので、よろしければご参照ください。Mr. Shifty、 価格は 75% オフで370円。瞬間移動が可能な主人公がパンチで敵を倒しながら進んでいくトップビューの格闘アクションゲームです。セールでは比較的よく見かけるタイトルですが、 Steam では88ポイントとユーザー評価の高い作品です。ジオメトリックブラザーズ、価格は 65% オフで500円。2023年11月に発売されたばかりの対戦型アクションゲーム。ギミック満載のさまざまなステージを最大6人で対戦することができます。かなりシンプルな内容ですが、バトルの他にもいち早くゴールを目指すレースモード、オリジナルのステージを作成できるエディットモードが用意されています。コンバットサーチ&レスキュー、価格は 87% オフで100円。チョップリフターのような雰囲気のヘリコプターゲーム。操作には癖があるものの、基本は横移動だけで 2D シューティングに近い内容です。砂漠や森林、鉱山、湿原などバリエーションに富んだステージに35のミッションが用意されています。グランブロックシューター、価格は 80% オフで198円。全12ステージで構成される横スクロールの弾幕シューティングゲーム。ゲーム内容はシンプルですが、爽快感はなかなかのものです。 Steam のレビュー数は多くありませんが、96ポイントと高い評価を得ています。ウルトラスペースバトルブロール、価格は 90% オフで159円。エアーホッケーのような架空のスポーツで戦う対戦アクションゲーム。ストリートファイターのパロディのような要素もあり、 Steam のユーザー評価は90ポイントと好評です。ルーム、価格は 60% オフで232円。93年にリリースされた初期のファーストパーソンシューター。初代ドゥームは当時家にあったマイタックのドス V マシンで遊んだ覚えがあります。その他の関連作品もセール対象となっています。ザ・ウェイ、とわの誓い、価格は 91% オフで100円。ポーランドのインディーゲームスタジオが開発した横スクロールのアクションアドベンチャーゲーム。アウターワールドのような謎解きアクションが好きな方には良いかもしれません。 Steam の評価も83ポイントと好評です。スカイゲーム、価格は 95% オフで100円。最大4人で遊べるパーティーゲーム。グラフィックが可愛らしいゲームですが、1人でプレイするのは微妙かもしれませんね。ティンバーマン VS エディション、価格は 50% オフで100円。左右2つのボタンで枝を避けながら木を切るだけという恐ろしくシンプルなゲームですが、息抜きにちょうど良いんですよね。個人的にはノーマル版を Steam で購入しましたが、世界順位が表示されるのでついつい遊んでしまいます。ディガーマン、価格は 79% オフで100円。左右の操作だけで楽しめるカジュアルな掘削アクションゲーム。雰囲気はミスタードリラーに少し似ていますが、テンポがなかなか速く、難易度は低くなさそうです。マリンエクスプレス殺人事件、価格は 80% オフで100円。列車内で起きた殺人事件を捜査するミステリービジュアルノベル。ドット絵が特徴的なゲームですが、開発はスペインのディベロッパーによるもの。全5章でプレイ時間は3から4時間とのこと。 Steam のレビューは少ないものの96ポイントと好評です。休養ブラスター、価格は 89% オフで100円。独特な雰囲気のドット絵で描かれた 2D の横スクロールシューティング。明らかに日本のゲームとは異なるテイストですが、たまにはこういったゲームも良いのではないでしょうか。Steam では94ポイントとなかなかの高評価だったりします。ここからはセール品ではありませんが、今月発売されたレトロゲーム関連ソフトを4本だけ紹介。バザークリチャージド、価格は1100円。あたりが展開している復刻リメイクシリーズ作品で、本作は80年のアーケードゲームバザークのリメイク作品。固定画面のアクションシューティングゲームです。ディスココレクション、価格は2000円。ディスコのアーケードゲーム7本を収録したコレクションソフト。アンドロデュノス、バンビード、キャプテントマデー、フリップショット、ガンリュー、ゴールゴールゴール、ネオドリフトアウトを収録しています。以前動画でご紹介したビスコミニとラインナップが似ていますね。ダブルドラゴンアドバンス、価格は990円。独自のアレンジで評判が良かったゲームボーイアドバンス版ダブルドラゴンの復刻版です。個人的にはパッケージ版のコレクションを購入しました。ステージ1の看板が空白になっているのが気になりますね。トリップワールドデラックス、価格は2800円。3ソフトがゲームボーイで発売したアクションゲームトリップワールドの復刻版とカラー化されたデラックス版の2つを収録したソフト。こちらは11月30日の発売予定ですが、中古が高騰しているソフトだからか少し強気な価格設定ですね。いかがでしたでしょうか。今回はメジャーな作品もインディーズ系の作品もこれまでよりも割引率が高いものが目立ちました。もしかすると年末年始よりもお得かもしれませんね。皆さんは何か気になるゲームはありましたでしょうか。このゲームは面白そう、こんなゲームもある、こんなゲームを買ったなど何でも構いません。感想などございましたらぜひ気軽にコメントいただければと思います。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。